い、次のチームを紹介いたします。今年初めての参加ということで本当に楽しみいたしております。江南短期大学よさこいサークルアスカチームの皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。愛知江南短期大学よさこいサークルアスカです。アスカです。アスカの今年のテーマはアジサイ。小さな花びらが集まり大きな花となるアジサイのようにメンバー全員が団結して大きな花を咲かせます。精一杯踊らさせていただきますので5000円手拍子をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。愛知江南短期大学よさこいサークルアスカ2017両蘭とわの歌構え。Yeah.
ありがとうございました。江南短期大学よさこいサークル飛鳥の皆さんでございました。